はい、皆さんこんにちは。本日は、MRT ピンクラインのラマイントラ高毛川駅に来ています。これからね、新しくオープンしました MRT ピンクラインに乗っていこうと思います。ちょうどこちらの方の駅、マーケットのある駅のところでございまして、ここからね、民部里まで行って、それから反対側のノンタプリまで行ってきたいと思います。さあ、どんなになってるでしょうか。楽しみです。11月21日にオープンしたピンクラインは、バンコクのちょっと郊外、民部里からチェンワタナ通り、そして、ラムイトラ通りを通りましてノンタルブリまで行く路線ですね。逆か、民部里から始まってラムイントラ通り、チェンワタナ通りを通って、ノンタブリの方まで行く路線になっております。在住者にとってはね、入国管理局イミグレーションがチェンワタナっていうところにありますので、そちらの方に行くのに非常に便利になる路線でございます。ここ路線図ありますね。民部里から始まってずっと行きまして、ここでBTS と乗り換えですね。でそしてレッドラインと乗り換えで、この辺のガバメントコンプレックス、この辺りが入国管理局のところですね。でずーっと行きまして、これまだできてないですけども、 インパクトマートン谷、そしてノンタブリシビックセンターというところまで行く、かなり長い路線ですね。駅の数30個ほどあります。じゃあ早速乗っていきましょう。さあ、サワディカ、タイブイミンブリカッコプンカヤムカ、はい、カッコプンカ。とりあえず今無料期間なのでチケットもらいました。これでミンブリまで行ってきます。こっち側の方が反対側の方がミンブリ方面はエスカレーターがあって便利でした。まあ、いわゆるこれも一緒ですね。でここにタッチする方式で行くことができます。いやいや、いいですね。どんな感じでしょうか。まあ、イエローラインとね、まあ、基本同じなので、まあ、目新しさっていうのはね、イエローラインの方が先に開業した関係でありますが、こちらの方もね、非常に見渡しのいい場所を走りますので、よろしいかと思います。いいな。じゃあ早速乗っていきましょう。もうすごいいいタイミングで入ってきました。来ました。このぐらい結構乗ってますね。車内で撮影できないと思いますので、とりあえず、はい、早速乗り込んでいきたいと思います。とかは基本的にイエローラインと同じで、まあ、モノレール欲しいですね。いい流れの景色ですね。このような形でどんどん走っていきます。揺れはちょこちょこありますね。車内の様子は人がたくさんいるので撮れませんが、また後ほど撮影したいと思います。電光掲示板で行き先がずっと書いてありますね。でっかい高速道路横断しました。ファッションアイランドで、でかいファッションアイランドのすぐ横のショッピングセンター横ですね。
カラーとミンブリット駅に着きましたら、結構たくさんの方が降りてきました。中を見るとこんな感じですね。エアロラインと同じようなスタイルになっておりますが、でもね、もう横幅がすごい広くてね、いいですよね。この蛇腹あたりなかなか面白いです。ちょっと今最後の車両の方に来てみましたが、眺めがいいですよね。このような形で、次ミンブリ駅です。終着駅のミンブリ、このミンブリ駅でね、新しくできるオレンジラインが、合流するという形になります。いいですよね。ここ合流ラムカム編の方に行く人はここまで行って、そしてラムカム編通りの方に向かうことができるようになります。オレンジラインも早く開通してほしいですね。はい、ミンブリ駅に到着です。このミンブリのこの駅に通りというような形ですかね。オレンジラインの線路もかなりできております。ここができるとね、本当に乗り継ぎよくなりますよね。はい、ミンブリ駅到着しました。こちら終点になります。これモノレール景色いいですね。揺れはね、やっぱしカナリアスの関係がだいぶありますけれども、かなり快適に乗ることができます。ミンブリ駅でございます。この列車は多分一回向こうに引き上げて、そしてまた折り返しっていう風な形になるんでしょうね。ちょっと後ろの回送する写真撮ろうと思います。はい、ミンブリ駅到着しました。ミンブリ駅かなり広い場所になってますね。でもここからね、ほんとすぐそこに乗り換え口があるのでいいですね。オレンジラインの方も乗れるような形になっております。でこれはこのままここに入れて OK ですね。はい、こんな感じでございます。ただいまミンブリ駅に来ておりますが、ミンブリ駅はね、こういった駐車場設備、パーク&ライドができる設備になっておりますね。そしてね、駅前を見てますと、すごくね、こう広大な敷地に、いろんなバス停とかですね、なんか多分駐車場、これ入り口なんでしょうね。こういったターミナルみたいなのができつつありますね。でそして横の方には、オレンジラインの、ミンブリの方の駅ができております。いや、かなりここの駅は今度から発展するんじゃないでしょうか。こんな感じがしております。
はい、ただいま時間はお昼の1時13分です。果たしてミンブリには何時ぐらい着くでしょうか。こちらの方からミンブリからロンタブリまで乗り通しをしてみたいと思います。はい、無事に、ミンブリからこちらノンタブリまでやってきました。だいたい向こう出たのがね1時15分ぐらいでしたんで約1時間かかりました。全部で30駅でございます。全部で30駅走るのに、1時間かかります。乗り通し終わりました。それからちょっと改装していくのを見てみましょう。はい、こちらシビックセンターの駅着きましたけれども、意外とパープルラインまでの乗り換えには距離がありますね。こちらの方から乗り換えっていうふうな、歩道橋もこう作られているんですけども、意外とこの歩道橋長いですね。もうすぐね、上下で乗り換えできるとかそんな感じではなくて、ここから300メートルほど歩いたところにあるっていうふうな感じになっております。この左側にあるのが、パープルラインの駅でございます。はい、こちらシビックセンター駅、ノンタブリのシビックセンター駅から、またミンブリの方に向かって帰りたいと思います。とりあえず今はね、無料で乗れる区間なんで全部行ってみたいと思います。そう、乗り換えがね、シビックセンター乗り換え駅からずーっと歩いていったこっちなんで300メーターぐらい歩かんと無理ですね。なんでもうちょっと近づけないのかよく分かりませんが、ここエスプラネードとかロータスの横になるのでそれはそれで楽ですね。それではミンブリ方向に乗ってきます。元の駅まで戻ってまいりました。今日はね、こちらのラムイントラ高毛9からミンブリの駅まで行きまして、そしてずっとノンタブリまで行きまして、そしてまたずっと戻ってミンブリまで戻って、そしてようやくこちらの方に戻ってまいりました。いや、なかなか片道1時間往復2時間の旅でしたが楽しみました。皆さんね、ピンクラインぜひ乗ってみてください。はい、ありがとうございました。